僕王僕王は、周長の第五大王。昭王の子であり、昭王が座への遠征途上で、行方不明になったことより仮に大いに即位、その後に、昭王の死が判明したので正式に即位した。彼は、中国全土を巡るのに、特別な馬を走らせていたと言われる。すなわち、飛ぶように走ることができる、絶地、鳥よりも速い、小星は、一夜で万里をかける、本性。 太陽の跡を追って走ることができる。腰影、光のように明るく輝く、湯枕、銃の影を持つ馬、超光、り、雲に乗って走れる、アグリム、翼を持つ、強欲の八刀である。牧王はこの馬を買って、賢従来民族を打った。また、思考である、旅行に命じて、旅刑と呼ばれる刑法を定めて、社会の安定を図ろうとしたが、その三千と言われる罪状の多さに、 帰って諸侯や民衆の反感を買った。また彼は西の彼方にある神々が住むとされた混乱山にも立ち寄り、聖王母に会い、聖王母が後に入庁したという。このことは僕天使伝としてまとめられている。神話伝説の要素を多く含む中国最古の旅行記である。ありがとうございます。